古くから受け継いできた近江文化というお宝を今のカメラが訪ねます。今日は銅のお宝。さあご一緒に。福岡市信楽町畑は山あいに佇むこじんまりとした集落である。鎌倉時代の初め頃、平家の落人がこの里に住み着き田を耕したことでこの地が開かれたと言われてきた。畑の語源は張った。これには本田、田を耕すという意味がある。つまり平家の落人が田を耕した張ったが畑となってこの里の名前となったと思われる。山に囲まれた個数わずか21個の小さな里なんだが、そこにはかつて都から落ち延びてきた平家の金たちの悲しみを包み癒した自然と、そして里人たちの優しさが忍ばれるように思った。そう、その優しさを畑の人たちは何百年もの間ずっと受け継いできたんじゃないだろうか。10月21日、畑の氏神様天満宮で秋の例大祭が行われた。祭神は菅原道真公だが、元は鎌倉時代の文法2年、西暦1318年に春日大明神をお祭りしたのが始まりだと言われている。その後江戸時代の元禄10年西暦1679年に天満宮となったんだが、寛政元年1789年社殿が焼失、その時に造営されたのが今の社殿である。その社殿に宮守や氏子の代表が参列しての本殿祭と湯立神事が行われた。さて、畑の天満宮の秋祭りは何といっても子供みこしが主役である。天満宮を氏神様とする昔からの氏子は今わずか21個。新しく越してきた人たちはお祭りには参加していない。過疎少子化の波はこの集落にも及んでいる。子供たち数人でのおみこしのお渡りなんだが、大人たちがしっかり手助けしていた。近頃は近江の各地でもみこしの担ぎ手がだんだん少なくなって、昔のままで受け継いでいくのが難しくなってきている。畑の子供みこしも一時途絶えていたんだが、平成15年畑の若者たちの一揆会が手作りの子供みこしを寄贈して復活させた。子供の数は減っても大人が支えて何としてでも祭りの主役を受け継いでいってほしいと思ったわけだ。途中車にみこしを乗せることはあっても、畑の集落を昔ながらに氏神様を乗せて巡行する子供みこしなのである。子供みこしに氏神様を乗せて僕たちの祭りなんだと畑の祭りを伝える心を育ててほしい。カメラは畑の人たちの子供たちと、そして祭りへの優しい思いがこの子供みこしに込められているように思った。そうだ、わっしょいわっしょいだ。